おはようございます。こんにちは、こんばんは。文化人放送局スタッフ T です。いつも文化人放送局をご覧いただきありがとうございます。本日は特別版として、選挙前で、参院選の選挙前で、比例代表全国区の方の政策、どんな風に考えてらっしゃるのかっていうのを、アンケート、NHK アンケートをちょっと覗いてみて、比較でちょっとどんな風に考えてらっしゃるっていうのを一緒に見させていただきたいなというふうに思っています。選挙の一つの糧にしていただけたら、投票のね、一つの糧にしていただけたらなと思って、ちょっと特別にこういうのやってみたいなというふうに思います。試しにですね、やってみたいと思います。今日はこちら。これ昨日も青山茂原さんとか山田博さんとかの分やってみたんですけども、これ今日は参政党の方と社民党の福島みずほさん、田村智子さん。で、この5人で、これ5人までなんですね、これNHK のアンケートは。候補者アンケートですね。これちょっと比較して見てみたいなっていうふうに思います。まずはこちら。取り組みたいテーマ。最も取り組みたいテーマは何ですか？松田学さんその他。武田さんはエネルギー、環境政策。神谷さんは教育、子ども政策。福島みずほさんは社会保障政策。田村智子さんは社会保障政策とのことです。政権評価。岸田政権の評価は松田学さんあまり評価しない。武田邦彦さんは全く評価しない。神谷宗平さんはあまり評価しない。福島みずほさんは全く評価しない。田村智子さんは全く評価しない。で、流行り病の感染拡大防止か経済活動回復かに関しては松田学さんは経済活動の回復。武田さんは回答しない。神谷さんは経済活動の回復。で、福島みずほさん、田村智子さんはどちらかといえば感染拡大の防止ですね。新型コロナの扱いについて、変えるべきが松田学さん、武田さん、神谷宗平さん、変えるべきですね。で、維持すべきが福島みずほさん、田村智子さんですね。で、経済、暮らしについて、財政健全化か経済対策かっていうのに対しては、松田学さんと武田邦彦さんは経済対策ですね。で、神谷宗平さんはどちらかといえば経済、財政健全化の考え方。で、福島みずほさん、田村智子さんはどちらかといえば経済対策というふうに言われていますね。で、こちら。消費税一時的引き下げの要否については、松田学さんは回答しない。で、他の4名の方は必要だというふうにおっしゃっています。で、次。大企業や富裕層の課税強化賛否については、反対。反対は松田学さん、失礼しました。どちらかといえば反対は松田学さんと神谷宗平さん。反対は武田邦彦さん。で、福島みずほさんはどちらかといえば賛成。田村智子さんは賛成ですね。福島みずほさんはどちらかといえば賛成。田村智子さんは賛成です。ちょっとすいません。なんかどっちで言っちゃったかなと思って、ちょっと復習で言いました。もう一度言いました。で、こちら。社会保障制度の給付と負担。A は給付水準を保つために負担が増加するのをやむを得ない。B は給付水準を下げて負担の増加を抑制すべき。こちらは皆さんちょっと変わってまして、松田学さんは回答しない。武田さんは B に近い。神谷宗平さんはどちらかといえば B に近い。どちらかといえば A に近いが福島さん、田村智子さんですね。で、こちら。大規模金融緩和策を維持すべきか。松田学さん、武田さんは維持すべき。神谷宗平さんと田村智子さんは金融引き締めに転じるべき。で、福島みずほさんは回答しないというふうにおっしゃっています。で、こちら、外交安全保障、ロシアへの制裁措置の評価は、松田学さんと福島みずほさんは回答しない。武田さん、神谷さんは厳しすぎる。田村智子さんはさらに強めるべきだと考えてらっしゃるんですね。で、こちら、防衛費をどうすべきか。松田学さんは大幅に増やすべき。で、武田邦子さん、神谷さんはある程度増やすべき。福島さん、田村智子さんは大幅に減らすべきというふうにおっしゃっています。で、こちら、敵基地攻撃能力保有賛否は松田学さん、どちらかといえば賛成。武田邦子さんは回答しない。神谷宗平さんはどちらかといえば賛成。で、福島みずほさん、田村智子さんは反対というふうに言われています。で、こちら、非核三原則を維持すべきは、武田さん、福島さん、田村智子さんは維持すべき。松田学さん、神谷宗平さんは見直すべきと。で、憲法について。松田学さんはどちらとも言えないですね。改正についてですね。どちらとも言えない。武田邦彦さん、福島みずほさん、田村智子さんは改正する必要はないとおっしゃっていて、神谷宗平さんは改正する必要があるというふうに回答されていらっしゃいます。で、こちら、9条を改正し、自衛隊明記の賛否。松田学さんはどちらとも言えない。武田邦彦さんは回答しない。神谷宗平さんは賛成。で、福島みずほさん、田村智子さんは反対というふうにおっしゃっていますね。で、こちら、松田学さん、失礼しました。緊急事態条項創設で憲法改正の賛否、全員が反対というふうに言われています。で、こちら、エネルギーについて原子力発電の依存度をどうすべきかについては、松田学さんは回答しない。武田さん、福島さん、田村さんはゼロにすべき。で、神谷宗平さんは下げるべきというふうに回答していますね。で、こちら、再エネの割合をどうすべきかについては、松田さんは回答しない。で、減らすべきが武田さん、神谷宗平さん。で、福島みぞさん、田村智子さんは、すべての電源を再エネで賄うべきというふうに考えていらっしゃいますね。で、ジェンダーについて、選択的夫婦別姓の制度に導入に賛成ですか反対ですか。松田学さん、どちらかといえば反対。武田さん、神谷さんは反対ですね。で、福島さん、田村さんは賛成とおっしゃっています。で、こちら、同性婚の賛否。松田学さん回答しない。武田さん、神谷さん反対。福島さん、田村さんは賛成というふうにおっしゃっていて、こちら、クォーター制の賛否。候補者や議席の一定割合を女性に割り当てるクォータ制の導入に賛成ですか反対ですか。松田さん、どちらかといえば反対。武田さん、神谷さんは反対。福島さん、田村さんは賛成と。で、選挙制度。学区は維持か解消か。松田さんは回答しない。松田さんと福島さんが回答しないですね。で、武田さん、神谷さん、田村さんは解消すべきとおっしゃっています。で、皇室については、女性皇族が結婚後残る案賛否は松田さんは回答しない。武田さん、神谷さんは反対。福島さん、田村さんは賛成とおっしゃっています。で、こちら、旧皇族男系男子を養子に案賛否。賛成が参政党のお三方、賛成ですね。で、反対が福島さん、田村智子さん。で、参院選の争点。最大の争点はどれですかというのに対して、松田学さんはその他、武田邦子さんはエネルギー環境、神谷さんはその他、福島さん、憲法改正、田村さんは外交安全保障というふうにおっしゃっていますね。はい。このようにいろんな、なんかこう、その、イデオロギーというか、どちらの派なのか、右とか左とか、いろんな派がありますが、そういう主張に沿った、党の主張に沿った考え方をされてるなっていう部分と、これについてはこういうふうに考えてらっしゃるんだとか、または回答しないにチェックしてらっしゃるんだなとか、いろいろ感じさせていただけるようなアンケートだったなっていうふうに感じますね。はい。皆さんはどう思われましたでしょうか？それぞれ考え方、感じ方、いろんな候補者によって違うと思うんですが、大変私は参考にさせていただきました。皆さんもぜひ皆様がどう思ったなどコメント欄でいただけたら大変ありがたく思いますね。はい。他にもですね、皆さんぜひ、どの政党、実際どこの投票するかとかは別にもちろん言わなくていいんですけど、どの政党を推していて、なぜその政党を推しているのか、またはどういう候補者を推しているのかとか、そういう推しの政党、推しの候補者っていうのもぜひ理由と合わせて教えていただけるとめちゃくちゃ勉強になります。私本当にまだまだ政治のことを勉強中でして、いつも皆さんに怒られながら、コメント欄で怒られながらさせていただいてますが、ぜひ皆様のご意見なども聞かせていただいて勉強させていただけたらなというふうに思っております。ぜひコメント欄で推しの政党、推しの候補者、その理由などいただけたら大変ありがたく思います。他にちょっとね、もう明日、明後日ですね、今日は7月7日なんで、もう10日、もうすぐね、参院選始まるので、もう間もなくですが、ちょっとこうやって候補者さんのこのアンケートっていうのをちょっとチェックして、皆様の参考にしていただけたらなと思います。私も自身も勉強させていただけたらなというふうに思っております。ぜひ、活用していただけたらなというふうに思います。というわけで、本日もありがとうございました。それではまた。